さん、ちょっと、はい、ダビデ岸さんじゃないですか。はい、そうです。今日は夕方に散歩っていうことでしょうか。まあ、そうですね、よく散歩するんですけど。はい、で、その裸で散歩っていうことですね。まあそうですね、日焼けしながらね。日焼けしながら、しながら、まあ、たまにすごいな、これで筋トレするというね。おお、そちら、これあのモバイルマッチョっていう、ああ7秒間アイソメトリックトレーニングができる。あ、なるほど、7秒間、はい、自分の筋力を、はい、押したり引いたりってことでしたっけ。そうです。なるほど、じゃあちょっとやってもらいましょうかね。うか、こちらこうやってね、はい、おおこのようにね、まあ、なるほどなるほど、 今はこれ挟み込んでる、はい、パターンですね。左右から。そうです。で7秒間。おお、そうするとこれなんか力が出るんですよ、加えた力が表示が出てね。ですね、まあ、自分の力も確認できるのと、はい、まあ、どこでもねこれ持ち歩いて、へえ、トレーニングできるんだよね。なるほど、あ、なんかそんな気軽な感じでバッグみたいな感じでね。へえ、後ろからもできて、後ろでこうやるの。へえ、あ、すごい背中ですよ今、リュウリュウとみたいな、たくましいですねみたいなね。へえ、自然の中でやると気持ちいいんです。風邪などひかないようにしてくださいよ。大丈夫ですか。あ、はい、じゃあ裸のままで、はい、あ、猫が、お疲れ様です。あ、